ではフロントバンパーから見ていきます。まず右前からですね、まあ、オールペンしてるので結構ツヤもあって傷なんかも、まあ、ほとんど見当たらないようなこんな感じですね。で、ボンネットこちらも特に凹んでいるようなところもなくて、まあ傷という傷も見当たらないですかね。ちょっとねこういう薄く白くこう飛び石が飛んで、塗装上げしているようなところはあります。で、左のフロントフェンダーこちらも綺麗な感じですね。でホイールの方は、車外の16インチ、205-45-16 ですね。でタイヤは新品で入れてますので、まあ、バリリゾートといった感じですかね。助手席側のドアです。ちょっと傷があるかな。でも綺麗ですね。こんな感じで全然気になるような、傷はないです。で赤ですけどね、色褪せしているような感じのところはご覧の通り見受けられません。左リアのホイール、そして、リアバンパー、まあちょっとここら辺線傷みたいなのはありますけどそんなに目立つ感じではないですね。綺麗ですね。ハッチ周りなんかも全然気になるような傷はないです。リアウィングの色褪せも特にないですね。まあ塗装してるんでこうちょっとねこの辺の際のところの塗装の浮きみたいのが出てきてますね。でマフラーはこの鉄パイプみたいなマフラーが装着されてますね。右リアのフェンダーです。こちらも綺麗ですね。右リアホイールちょっと馬力傷ありかなといった感じです。こんな感じですね。運転席のドアの方も、普段気になるような、傷はないですね。サイドステップ周り含めて結構綺麗な感じです。こんな感じですね。で、ルーフはですね中央部分若干ちょっとね大きく、へこんでるのがうっすらと見えるかなと思います。あとここはちょっと塗装の浮きが出てきちゃってますね。はい、以上 EG6 の外装でした。